はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はマチコンで出会った女性とカラオケデートの結果ということでお話しようと思います。僕は現在38歳で千葉県の田舎で一人暮らしをしております。前にマチコンに参加した結果という動画をアップしました。そこで出会った女性と今回カラオケデートに行ってきましたので、どんな感じだったかお話しできる範囲で話そうと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。前回マチコンに参加した時に僕はですね、かなり酔っ払ってしまって、結局マチコンの後に2次会3次会とですね行きまして、今回そのカラオケデートに行った女性と2人で4次会まで行きましたと。かなり僕酔っ払っていて記憶がちょっと曖昧だったりもしたんですが、その女性はまた僕と会ってくれて、もうすごくね嬉しかったです。で、その女性の名前を仮名で楓さんというふうに、しますね。で、その楓さんはですね、僕よりも少しこうお姉さんで、芸能人でいうと水川あさみさんに似てるんですよ。すごく綺麗な方で、なんかですね、会った時に、芸能人で誰に似てるっていうふうに僕聞いたんですよ。そしたら、この前マチコンの時にその話題あったよっていうふうに言われて、それ僕覚えてなかったんですよ。で、私は水川あさみに似てるっていうふうに言われることがあるっていうふうに言ってて、でなんか僕は鈴木亮平さんに似てるっていうふうにですね、なんか言ってくれたみたいで、僕はすごく、ね、嬉しかったんですよ。本当にたまにですね鈴木亮平さんに似てるっていうふうにね言ってもらえて、本当にそれは めちゃくちゃいい時ですね。はい、いい時そういうふうに言われるんですけども、僕は自分では芸人の、中山きんに君さんとか、あと阿部浩二さんに似てるっていうふうに僕は自分で思ってるので、鈴木亮平さんって言われるとすごく嬉しいですよね。そんなこともあって、その楓さんは、水川あさみさんにすごくこう似ていて、話してても楽しくて、であとやっぱり歌がすごくうまいんですよ。で、僕もすごく歌が好きなので、前回ですねマチコンでも行ったんですけども、今回もカラオケに行くことにしました。今回都内で会いまして、で一応待ち合わせがですね、夕方の5時半だったんですよね、当初は。そこから前日に楓さんから夕方の6時になるかもというふうに言われまして、あ、全然大丈夫だよって感じで言いまして、そこからこの当日ですね、今度6時40分になるかもというふうになって、で最終的には楓さんのお仕事の都合で待ち合わせは結局7時になっちゃったんですよ。なんですけども、しっかり会うことはできました。でそこ で7時からこうお会いして、でカラオケに行ったんですけども、僕はですね、先ほど千葉県の田舎で暮らしてますと言ったんですが、なので終電がですねすごく早いんですよ。都内だとだいたい10時前ぐらいなんですね。なので今回はカラオケに行って、ご飯とか、食べながらで飲みながら歌うみたいな感じをですね、しました。で7時からカラオケに行って、結局、9時までいました。でもう2人で歌ったりとかして、あとこの前の話ですね、この前酔っぱっちゃってごめんねって話をして、そしたら全然大丈夫だよってなって、楓さんも結構酔っ払ったみたいで、楓さんも酔っ払ったのって聞いたら、私も酔っ払ってたっていうふうに言ったんでお互い酔っ払ったんだなと思って、そこはちょっと安心したんですけども、なので僕は今日はもう酔わないようにしようと思って、でもうカラオケの前にですね、しっかりご飯をですね食べて水分も取っていきました。で結果的に結構お酒もですね飲んだんですよ、2人で。でも僕はもう本当酔っ払うことなく、もうしっかりですね、2時間で終わって無事に、帰ることができました。はい、カラオケデートしてみて、やっぱり趣味が合うってすごくいいなと思いました。なんかがっつり話すというよりかは、同じこう画面を見ながらね一緒にこう歌ったりしたんですけども、それもすごく楽しくて、カラオケなので2時間のうち、ほとんどはですねこう歌ったんですけども、曲を入れて、曲が終わったらちょっとこう2人で話して、で次何歌おうかみたいな感じで入れてみたいな感じもあったんで、それもすごく楽しかったですし、お互いカラオケが好きなので、であと年代も一緒なので、歌える歌とかもですね結構一緒だったりしたので、男女で歌える歌とかですね、そういったですね歌を歌いながら、合間でお話をしながら、そしてお酒を飲みながらですね、めちゃくちゃこうギュッとですね締まったこう2時間だったなと思いました。僕今回そういったですね、カラオケデート、飲んだ後にカラオケに行ったりとかはありますけども、
カラオケから始めるっていうのはですね、まあ、初めてだったんですよね。ですけども、あ、それありだなと思いましたね。はい、カラオケが好きな人にはもうカラオケデートっていうのありだなと思ったので、新しい発見でした。で、楓さんとは僕は前回のね、待ち込んで酔っ払ってしまったので、まあ、今回はもう酔わずにちゃんと2時間でしっかりね、お話をして、まあ、くどくとかそういうことじゃなくて、もう普通に時間を共に過ごして僕はもう帰ろうと思って、でそれがちゃんとできたのでよかったです。で、今度は、その待ち込んで、まあ、僕は前回の動画でその待ち込んでですね、2次会3次会にいたメンバーとですね、まあ、グループラインを作りましたっていうふうに言いました、はい、そのメンバーで飲みに行けたらいいねって話になったので、まあ、今度はですね、まあ、会社さんと2人きりじゃなくて、またそういったですね、まあ、グループでお会いしてっていうのも一回挟もうかなと思います。で、会社さんとは今後もつながっていけそうなので、そこはすごく嬉しいです。あと僕は一つ懸念しているのは、まあ、趣味ともで終わらないようにしなきゃなというふうに思ってますね。もうお互いカラオケがすごく好きなのでカラオケにですね、集中するあまり、あんまそういった恋愛トークとかそういったこともなかったりとか、まあ、するので、そこら辺はちょっとね、ちゃんと今度2人で会うときは、まあ、カラオケに行くにしても、まあ、その前にね、一回まあ普通にこう居酒屋とかに行った後に行くっていうのもありかなというふうに思いました、まあ、今回は時間の都合で、まあ、カラオケデートだけだったんですけども、居酒屋に行ってからのカラオケもいいかなというふうに思いましたので、まあ、次もし楓さんとお二人会えるときは、そういったデートにしようかなというふうに思います。はい、ということで、ここからちょっと雑談タイムになるんですけども、まあ、楓さんと、まあ、カラオケデートに行った、まあ、その当日ですね、当日なんですけども、僕はですね、お昼の2時ぐらいには都内に着いてまして、前回ね、もう酔っ払っちゃったんで、もう今回は絶対にもうそういった失敗をしないようにしようと思って、まず2時に着いて、ですね、僕が都内に行ったらよく行ってる家系ラーメンの店があるんですよ。そこの家系ラーメンに行って、ラーメンとライスを食べて結構お腹いっぱいになって、でそこからちょっとね、ブックオフに行ってですね、今こうマッチングアプリで出会った、女性と連絡を取り合っていまして、その女性はですね、まあ、読書が趣味なんですよ。読書が趣味なので、おすすめの本をですね、教えてもらったんですよ。そしたらミステリー小説で、まあ、こういう本ですよというふうに言ってもらったんで、まあ、それをですね、ちょっと自分を読んでみようと思ってブックオフに行きました。で、1軒目のブックオフはなくて、またね、違う駅に行って、そこのですね、2軒目のブックオフではあったので、その本を買って、そっからですね、まだ全然時間があったのでまあ、ちょっと街をね、散歩したりとか、あと最後はコメダコーヒーに行きました。コメダコーヒーもあれですね、いつも混んでますよね。だから混んでて、ちょっと待ち時間とかもあったんですけど、結局、まあ、待ってから入れて、でコメダコーヒーで、またしっかりね、水分取ろうと思って、まあ、コーヒーを飲んだりして、そこで本を読みながら待ってましたと。お昼の2時に都内に着いて、加谷さんと会ったのが、まあ、19時だったので、まあ、5時間ぐらいで、ね、あったわけですね。なので結構ですね、東京を満喫できたなというふうに思います。まあ、9月はですね、デートが結構決まってて、楓さんと会いましたと。で、今週はマッチングアプリで出会った女性と初めて会ってきます。で、来週は以前動画でお話しした、マッチングアプリで出会ったあやめさんとですね、2回目のデートが決まっておりますので、結構僕の中ではデートが決まってるので、まあ、これからもですね、頑張っていこうと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよならですね。なので、まあ、楓さんとは今後もつながれ、まあ、楓さんとはですね、まあ、楓さんとは今後も、つながっていけそうな、で、楓さんとは今後もつながっていけさ